こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も知られざる激戦を紹介していくよ。今回は何の戦いを解説するんだ？今回は日本海軍によるアメリカ本土空襲を解説していくよ。え、アメリカ空襲してたのは我が祖国、真珠湾の話じゃなくて？正真正銘米本土空襲だよ。解説お願いするよ。解説していくぜ。太平洋戦争開戦から約5ヶ月経った1942年4月18日、日本本土が初めて空襲に見舞われたよ。これは米空母ホーネットを発進した陸上爆撃機 B25、16機が、東京、名古屋、神戸などを空爆した後にそのまま日本列島を横断して、中国の基地まで飛行するというもので、指揮官ジミー・ブーリットル中佐の名前から、ブーリットル空襲と呼ばれたよ。そこで日本海軍の軍令部では、ブーリットル空襲の報復として、アメリカの本土を空襲する提案がなされたよ。どうやってアメリカまで飛行機を飛ばすのさ。ゼロ戦でも一式陸攻でもそんなとこまで往復できないでしょ。この爆撃には潜水艦搭載の小型偵察機を使用することとなったよ。日本海軍は他国の海軍に比べて多くの航空機搭載潜水艦を量産していたよ。以前解説したシドニー攻撃やディエゴスアレス攻撃の時も、そういえば偵察機を飛ばしたって言ってたわね。ここで選ばれたのは、2号第25潜水艦、であり、魚雷発射艦や14センチ単装砲、対空機銃等の他に、零式小型水上偵察機を1機搭載していたよ。この潜水艦は、42年6月にアメリカ西海岸に到達し、フォート・スティーブンス陸軍基地に砲撃した経歴を持つ艦であったよ。今回の作戦は、この2号第25潜水艦の艦載偵察機に、搭載した焼夷弾を、アメリカ、オレゴン州の、森林地帯に投下することであったよ。軍事基地や港を狙うんじゃないの？アメリカ西海岸には森林が多く、レッドウッドと呼ばれる、巨木の原生林が広がっているよ。付近の住民が恐れているのは山火事で、大森林で火災が起こってしまうと、手の施しようがないため、この苦痛を与えることで米国に対して絶大な心理的効果を、生むことができるとされたよ。今でも時々山火事が鎮火できないニュース流れてるもんね。2号第25潜水艦は1942年8月15日に横須賀を出港し、2週間後、アメリカ合衆国オレゴン州沿岸に到達。ブラン岬南方海面付近にて哨戒機を避けながら天候回復を待ったよ。そして1942年9月4日早朝、ついに米本土空襲の時が訪れたよ。出撃機は76キロ焼夷弾2発を搭載した零式小型水上偵察機が1機、搭乗員は藤田信を操縦し、奥田昌司偵察員であったよ。出撃の前、藤田と奥田は緊急の場合の手順を決めていたよ。緊急の場合の手順って、これは、偵察機が不時着水に追い込まれた時に行う手順であったよ。零式小型水上偵察機にはもちろん、自動誘導装置なんてものはなく、爆撃後は搭乗員の後方と、肉眼と艦によって広い洋上に浮かぶ米粒ほどの、25線を発見しなくてはならなかったよ。そのため、潜水艦を発見できなかったり、米軍の攻撃を避けるために潜水艦が先行していた時の手順というものを、二人であらかじめ定めていたんだ。どうするつもりだったの？まず1、暗号書を海に沈める。2、機体が急速に沈没するように破壊する。3、お互いに自決する、というものであったよ。後に藤田は、その時は、どうするか。いくら考えても、答えはただ一つで、結局無人として恥ずかしくない最後を遂げること。これだけを祈っていました、と述べているよ。発艦した零式小型水上偵察機は米軍機の迎撃を受けることなく、北アメリカ大陸に侵入。搭載した焼夷弾をオレゴン州ブルッキングス近郊の森林に対して、2分ほどの間隔を空けて1発ずつ投下し、森林への火災を認めたよ。しかしこの日本軍機米本土侵入は、日本軍の上陸に備えた、海岸線や内陸部の監視哨に発見されていたよ。そのため、森林火災も比較的早く突き止められ、大規模な火災になる前に、消火されたよ。効果はあまりなかったのね。偵察機は潜水艦付近に着水、無事収容されたよ。しかし直後に急遽発進した米軍機に攻撃され一時的に電信室に浸水する被害が発生しているよ。アメリカの対応も素早いわね。2号第25潜水艦には後2回爆撃するだけの焼夷弾を積載していたけれども、米軍機の攻撃を受けて敵の警戒厳重と判断。一旦サンフランシスコ方面に艦は南下。再び爆撃の態勢に入ってオレゴン沖に2号潜水艦が到達したのは、9月27日のことであったよ。二度目の出撃は前回と違って夜間に行われ、前回の焼夷弾投下地点より、やや北寄りの地点に投下。
機上から森林火災を確認したよ。二度目の爆撃も敵機の迎撃や対空砲火もなく、無事潜水艦に帰投しているよ。しかしながら、この時の火災も大規模な山火事になることはなかったよ。なかなかうまくいかないのね。そもそも周辺一帯を全て巻き込むような猛烈な火災を引き起こすには、まさに台風のような烈風が必要であったよ。しかし、そのような悪天候下での潜水艦からの発進、機関は、いかに訓練を積んだパイロットでも困難であったよ。結果、潜水艦からの発進は比較的天候が落ち着き、苗田海の時、を選ばざるを得なかったよ。実際、2階の潜水艦からの出撃は、比較的穏やかな気象条件の下で、実行されていたよ。これは、せっかく危険を冒して太平洋を横断し、米国上空に飛行機を飛ばして焼夷弾を落としても、その効果を低下させるどころか、ほとんど意味のないものにしてしまったよ。火災が起きないということは、軍令部が考えていた、アメリカ国民兵の心理的効果も非常に限定的になってしまうわね。25戦は間もなく3度目の爆撃も予定していたけれども、海上模様と視界不良で取りやめられ、米本土攻撃は終了したよ。日本には異常のような伝聞が打たれたよ。我米本土空襲に成功せり、と。この一連の空襲は、第二次世界大戦中、アメリカ本土に対して行われた、唯一の空襲となったよ。この後、米軍の哨戒が厳しくなったことや、日本軍が劣勢になり、潜水艦を米本土へ向ける余裕がなくなったため、潜水艦搭載航空機による空襲は行われなくなったよ。25戦はそのまま日本兵は帰投せずに、北米西岸の海上交通破壊を実施。1942年10月5日または6日に1隻、10月5日から10日の間に、もう1隻の輸送船を撃沈したよ。そして、同潜水艦は日本兵の帰路に着いた10月12日、米潜水艦と誤認してソビエト連邦の潜水艦、LU-16 を撃沈しているよ。そもそもなんで太平洋にソ連の潜水艦がいるのよ。当時、米国と友好関係にあったソ連の潜水艦 LU-15、LU-16 の2隻は、ウラジオストックからダッチハーバー、サンフランシスコ、パナマ運河経由で米軍の護衛のもと、バルト海方面に開港中であったよ。これをアメリカ潜水艦だと思ったのね。ソ連の開港指揮官は LU-16 潜水艦は北太平洋にて艦内爆発により、喪失したと報告したようだよ。25戦もアメリカ潜水艦を撃沈したと考えており、事実が判明するのは戦後になってからとなったよ。爆撃時の偵察機操縦士であった藤田信夫は、その後1943年2月に、エスピリプサント島の、米軍基地の偵察任務に就いた後、鹿島航空隊の教官になり、25戦を、退官したよ。25戦はその後、1943年7月25日、バヌアツ沖で米駆逐艦パターソンに、捕捉攻撃され、撃沈。艦長以下全員が戦死したよ。その中には、米本土空襲時、ゼロ式小型水上偵察機に藤田と共に、搭乗していた奥田偵察員も含まれていたよ。操縦士の藤田はその後、教官ながら特攻隊を志願するも、特攻出撃をする前に終戦を迎え、戦争を生き残ったよ。彼は、戦後航空自衛隊が設立されても、もう飛行機には乗りたくない、と、入隊を断って自ら金物会社を経営していたよ。1962年4月、突然彼は当時官房長官であった大平正義に呼ばれ、赤坂の高級料亭で次のように伝えられたよ。我々は、外務省を通じてあなたの身元をアメリカに伝えました。間もなく何らかの連絡が来るはずです。ご存知の通り真珠湾攻撃や捕虜虐待などで日本軍人への反感は、まだ相当に根強いものがあります。しかもあなたはアメリカ本土を爆撃した唯一の日本人です。万一、渡米して、報復を受けたとしても、日本政府はあなたの身を守ることができません。それに、これは総理とも話し合ったのですが、日本政府は藤田さんが、渡米されても一切関知しないと決めております。それに対し藤田はこう答えたよ。総理も大臣も、そんな心配はご無用です。私も軍人の端くれ。万一の場合には、彼らの前で腹を切る覚悟です。それからしばらくして藤田の元に、外務省から封書が届いたよ。これはアメリカからのもので、日米友好親善のため、オレゴン州ブルッキングスに、彼と彼の家族を招待したいというものであり、次のように記されていたよ。アメリカは開国以来、外敵の侵入を許したことがなかった。日米戦争において貴殿はこの史上の記録を破って、単独でよく、アメリカ軍の厳重なレーダー網をかいくぐり、アメリカ本土に侵入し、爆弾を投下した。貴殿の勇気ある行動は敵ながら実にあっぱれである。その英雄的な功績を称え、さらなる日米の友好親善を図りたい。
と書かれてあったよ。複雑な思いと裏腹に、アメリカのブルッキングスに降り立った藤田を、待ち受けたのは、ブルッキングス市民の大歓声と温かい歓迎であったよ。これは、ブルッキングスの青年会議所が、戦争を美化するものでなく、あくまで日米両国の友好と平和親善のため、という趣旨で彼を招待したものであったよ。藤田は、万が一のための自決用にと先祖伝来の日本刀を持ってきていたけれども、平和を誓う印として、ブルッキングス氏に寄贈しているよ。その後藤田は、ブルッキングスの人々の歓迎に報いるために自らの会社が倒産、しても貯金を続け、福場万博が開催された1985年には、ブルッキングスの、高校生ら4名を日本の旅に招待しているよ。その際、当時のアメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガンより、次のようなメッセージとプレゼントが送られたよ。メッセージは次のようなものであったよ。藤田信夫元海軍中尉殿、貴殿の厚意と惜しみない友情に、アメリカ国民を代表して感謝の意を捧げます。さらに私は、貴殿の立派で、また勇敢な行為を称え、ホワイトハウスに掲揚されていた合衆国国旗を送ります。元敵国の軍人に星条旗をプレゼントなんて粋なことをするものね。国旗には5月1日に1日ホワイトハウスで掲揚されていた。証明書もついていたよ。その後も藤田とブルッキングスの交流は続き、亡くなる直前にはブルッキングスの名誉市民に選ばれているよ。現在、焼夷弾が落下した地点には、記念碑に次のような文が刻まれているよ。日本軍爆弾落下地点。第二次世界大戦中、アメリカ大陸に落とされた。唯一の爆弾、と。今回はこの辺りで終わりにするよ。ご視聴ありがとうございました。